ようになりました。事件解決のきっかけはお見合いと嫌がらせ。ここは霊視城内にある皇帝陛下の寝室です。皇帝と皇后は寝る前にいろいろなお話をすることにしています。今夜も寝る前のおしゃべりを二人で楽しんでいました。陛下陛下、宗州のお見合いの話を聞きましたか？今夜は武漢の宗州についてのお話をしています。宗州は先日城下町でお見合いをしてきたのですが、残念な結果になってしまったのだそうです。見合いの話なら聞いたよ。向こうから断られたってやつだろ。頼んでもないのに1から10まで全部本人に教えてもらったぜ。おかげで見合い相手の趣味特技、家族構成や友人関係という絶対に必要のないどうでもいい知識ばっかり増えた。宗州はお見合いの最中、隣の宅の話が気になってお見合い相手との会話に集中できなかったそうですよ。今回はうまくいきませんでしたが、宗州にはいつかきっととてもお似合いの素敵な方が現れてくれると思います。あいつに似合いの素敵な女なんているのか？絶対にいます。次のお見合いが楽しみですね。お見合い、恋のきっかけ、とても素敵だわ。私も陛下とお見合いしてみたい。はじめまして、私はロー・リアンと申します。本日はよろしくお願いいたします。俺は王子の暁だ。暁王子殿下はキングンで働いていらっしゃるそうですね。私のおじい様もキングンで働いているのです。ぜひキングンでの武勇伝を。ああ、いけない。陛下は王子様で、私は武漢の孫娘。身分の差があるのでお見合いはできません。なら街でぶつかったことにしてみて。キャー、わっと。おい、あんた大丈夫か？ほら、捕まれよ。ありがとうございます。大丈夫です。あのお名前は？名乗るほどのものじゃねえ。機会があったらまた会えるかもな。キャー、街中での出会いも運命的で素敵。でも私は13歳で高級入りをする予定だったから、陛下とは霊視城で出会っていたかも。その場合、私は先の皇帝陛下のお妃様で、陛下が王子殿下だから。もしかしてこれは禁断の恋？いけません、私は陛下の妃なのです。だが兄上の愛はあなたに向いていない。もう会わないようにしましょう。あなたはこの国にとって必要な方なのです。リアン、待ってくれ。リアン！陛下、やっぱり出会いはお見合いに限らなくてもいいと思います。は？ああ、まあ別にどんな出会いでもいいんじゃねえの？はい、私のおじい様とおばあ様はお見合いで出会って、私のお父様とお母様もお見合いで出会って、見合いばっかりじゃねえか。他には？そうです、祭りかもお見合いをしたことがあると言っていました。祭りかはいかにも見合い結婚しそうな女だよな。祭りかというのはお隣の白老国の女性文官です。美人で優しくて凛々しくて、とてもお仕事ができる人です。でも祭りかはきっと恋愛結婚を。あ、違います、祭りかはお見合いではなくてお見合い練習をしたのでした。見合い練習？
祭りかは、とある名家の方に、息子がお見合いをするときに失敗しないようにしたいから練習相手をしてくれと頼まれたそうです。うわ、何それ、白老国ってそんなアホなことやってるわけ？平和すぎるだろう。でも陛下、私たちの国も少しだけですが平和になりましたよ。武官や文官がお見合いをするようになっています。まあそうだな、結婚は金がかかる祝い事だから、景気がいいと結婚に踏み切りやすいし。ん？待てよ、金があるやつに結婚をさせたらいろいろな経済効果が生まれるかもしれないな。経済効果？婚礼衣装を作るからですか？それ以外にもあるぜ。腰入れの道具は新しいものがいいというやつは多いし、祝いの宴の料理は豪華だし、いい酒も出す。腰入れ先は家の修繕もするだろうよ。結婚をするとなると遠くにいる親族を家に呼ぶこともありますし、ついでに観光をしてくれるかもしれません。子供が生まれたらまた金がかかるしな。なるほど、そういうのはありだ。平民だとささやかな贅沢しかできないだろうが、管理ならそこそこの金を出すことになる。どうやら陛下は何かを思いついたようです。とても悪い顔をしています。でも悪い顔の陛下もとてもかっこいいです。